行動一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室皆さんこんにちはワンちゃんコミュニケーション教室の始まりですナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするリンゴ認定インストラクタートレーナーの末川義一と りンゴ認定インストラクターの名護と申します。よろしくお願いいたします。いいますこの番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります。私たちが所属するリンゴでは、支配服従の関係ではなく、パートナーとしての関係を築けるよう、様々な情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております。Your radio FM ご愛犬に何を伝えたいのかどうやって伝えるのか義務としてのしつけではなく科学的で人道的な方法によりご愛犬の自信と自発性を育てる伝え方を各テーマに沿ってお話ししていきます。 はい、前回はクリッカーで望ましい。行動にクリックしておやつっていうことと、うんはい、もう一つがえっ、ー、と刺激ですね。うんうん、犬がワンちゃんが気にしたことに対してクリックしておやつっていう2つのことをお伝えしていきました。うんはい、はい、今回はですね。人間側の注意事項をお伝えしていきます。これは要チェックですね。<laughs> はい、これで、ねえっと、クリッカートレーニングで一番大変なのは。うん 人間が練習しなきゃいけないってことなんですね。そうなんですよね。<laughs> はい、あの犬はねすぐ覚えます。うん、犬は早いですね。とっても優れております。でいつもはねえっ、ー、と犬にばっかり練習させて <laughs>、うん、この子は頭いいとか頭悪いとかいろんなこと言ってるけどえっ、ー、と一度ね、えー、こういう練習を一生懸命やって、はい、えっと人間ってどんくさいなっていうのを感じてみると <laughs> ちょっと犬に優しくできるかもわかれないですね。うん、はい。 はいではその人間側の注意事項何、えー、で人間が注意しなきゃいけないのかというとう全部犬の、えー、邪魔をしないためです、うん、犬が一生懸命考えてることの邪魔をしないために、はいえー、もうちょっとあるんですけどね、えー、ラジオじゃねなかなか全部は伝わらないんで,で、ね、5つだけちょっと今日はね、うん、まずこの5つだけちょっと頑張って注意してみましょうってことですね。はい はいまず最初一つ目、はいワワンンククリックワントリットトーって言います、うん、これは一回はいカチッって鳴らしたら1個おやつあげてってことですね、はいうん、これなんで、えー、1個かっていうと2個あげるとあ今回 2, 回2個くれた前回1個だったのに大当たりかなどうかな。 また1個戻っちゃったえ、これは何ハズレみたいないろんなことを考えてしまうからですね,ね、はいえー、考えてほしいのは正解を考えてほしいんです、うん、おやつの変動を考えてほしいわけじゃないんです私たちもそうですよねお仕事でね、えー、今回のギャラはあいくらになるんだろう <laughs> いろんなことを考えな、はい、あの例えばアルバイトやパートが時給がこうわからない 給料袋を見ると変動している。<laughs> この仕事はちょっと、えー、いくらになるんだろうって、本当は仕事のことを考えなきゃいけないんだけど、ギャラのことを考えているとパフォーマンス上がらないですよねはい、はい、ということですよね。だから、何も考えないでいいように <laughs> 一生懸命やって、えー、クリッカーが鳴ったら一個ちゃんと出ますよっていうことが大事ってこと。はい、例外を作っちゃいけないよっていうことです、ね。ってことですよね。あと、えっ、ー、と、これをカチッて鳴らして。 上げないで後かこれはえっとね基本的に、えー、考える繰りカーじゃなきゃありなのかも分かんない別に、うん、ご自由にって感じはい、はい、ただ犬に考えてもらいたい要は自発行動を引き出したり、えー、脳みそを育てたいんであれば、うんえー、余計な、えー、邪魔になる。うんうん あとでちゃんとくれるのかなとか <laughs> いろんなこと考えて、ね、あれ今回なんか多い気がするとか少ない気がする <laughs> 大概少ない気がすると思うと思うんでうん、ね、だから余計なことを考えさせるさせないっていうことは大事ってことですよね。2>, はいはい、2つ目二、はい、つ目が1セッションは短くしてってこと。うん、1>, 1セッションというのは始めるよって言ってえっ、ー、と いろんなテーマに向かってやっていきます。はい、でおしまいっていうまでの間ですね。これは短くて具体的に言うと、長くても二分以内。二分以内、うん。えっと、私たちだとね、えっと、名古屋インストラクターもそうですけれど、大体一分ぐらいで目とついちゃいますよね。そうですね。そんなに長くやらないです。うん、長くやってもだらだら。犬はやる気あるけど、脳みそがパンクしてますからね。うん、あの、クレペリン検査って、わかりますかね。 うん、名護さんわかります?えー。あのほら、横に、えっと数字がずーっと並んでて、ひたすらこう足し算をしてあ<ー>。あ、<laughs> はい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 。ね、ありなんか就職試験とか,ないでか。ありますね。はいはい。あれをずっとやらされたら、大変だっていうのはわかりません,、うん。あんなふうに、ひたすらなんかずーっと考えなきゃいけないというのは、結構、えっとしんどいことで、すぐパフォーマンス落ちちゃいますよってことですよね。ね、うん、二分って、なんかあっという間なような印象ですけど、実際、うん、やってみると。 ね、すごい吐きそうなの。犬もですけど、人も結構ね、あのやるとパンクしちゃう人いますよね。私たちのクラスではそうやってえっと実際にサイコロをね転がしてえっとそういう足し算をしてもらうもうサイコロの足し算なんで最高六足す六ですよ。ね、簡単ですけどね。二分もやったらみんな吐きそうなもうわけわかんなかった。ね、そのぐらいえっと集中するっていうのは難しい。 そしてですね。えっと、それと同時に、休憩時間を長く取ってあげてほしいんですね。うん、はい。休憩時間に、えっと、今やったことをいっぱい頭の中で整理するんです。はい、うん。そう、だから、休憩時間というのは、何もしないってことがとっても大事ってことですね。はい、うん。何かさせてしまうと、もしくは、いい子だって、おやつとかあげてしまうと。えー、何やってたか、えー、整理する時間が取れないんです、ね。はい。はい。 あとね、もう一つ、えっ、ー、と、ついで、じゃ、あれですけれど。はい、おしまいって言った後に、おやつをあげる人いるんですよ。うこれね、えっ、ー、と、多分、辛いトレーニングをやってる人なんですね。ええ。辛いトレーニングを頑張ったから、ご褒美であげるよっていう考え方。じゃなくて、えっ、ー、と、クリッカートレーニングの、えっ、ー、と、犬たちが一生懸命やる理由っていうのは。クリッカートレーニングをやると得するからなんですね。ご、ね、やつチャンスっていう。そう、そう。 なのに、終わったらおやつもらえるんだったら、早く終わった方がいいですよね,ね<え>。<laughs> おしまいってどうやって言わそうかみたいなね<え>。<laughs> そうだ、やる気なくせばいいんだみたいな。<laughs> <laughs> そう、だから、えっと、おしまいって言ったら、おやつあげない、休憩させる、静かにしている。っていうことが大事ってことですね。はい、うん。はい、三、はい、つ目、細かいステップアップが大事ですってことです。うん もういきなりゴールを目指す人がいるんでねお座り一つだってお座りしてからクリックじゃなくて本当は上を見たらクリックとかね、うん、それ細かいところ上を見るとお尻下がりやすくなるんでねそういう細かいところからクリックしてだんだんお尻が下がっていくにクリックしていくってことが大事ですよね。うん、このの細かいいっててうのは極めて大事です、はい、ただし そのステップが行ったり来たりり来しちゃダメよっていうのだよね、うん、さっきは、えっと、お尻が半分まで落ちたところでクリックしたのに、うん、今度はお尻の下がり始め次はお尻が床につきそうまた次はお尻が真ん中みたいな何、うん、なんだろうこお尻ついちゃいけない,ど,なない、ね、どこで <laughs> どれが正解か分かんないかなったです、ね、<laughs> 階段をね、えっと、一歩ずつちょっとずつ上がるようにステップアップしていくってことが大事ですね。 あとつつ目おやつは床に、はい、これはさっ,き、うん、さっきじゃないですね、えー、と前回お伝えしたと思うんですけれど、はいえー、手であげちゃうとね呼び戻しになっちゃうよ、うんえー、手であげちゃうと、えー、遠隔ができなくなっちゃうよもう一つ理由があるんですね、うんえー、こんな考え方もあるんですターゲットに行くっていうのを教える時、はい、ターゲットにおやつ投げちゃったら早いじゃない、うん、早いんです。 でも何にも考えてないんですね。うん、カーナビで運転してるのと同じで、うん、全然道を覚えていないということに陥ってしまうからですね。うん、ということが起こってしまいますよということですね。そうすると考えないワンちちゃゃんになっうなんです。何の意味もということです、えー。今お伝えしてるのは、えー、犬の脳みそを育てる、はい、考える力を育てるクリッカートレーニングだからですね。うん、だから、えーと

って言ってから始めるってこと。はい、なんとなく始めちゃだめ。いつ始まったかわかんないと、要は私たちがそのさっきのクレペリン検査、はい、受けるときに、えもう始まってんの？こ <laughs> <laughs> んな <laughs> っていう風になりますよね。<laughs> だからこれから始めますよ。よいだんと言ってくれないと、そ,ね、そんなってなりますよね。<laughs> あとはえっとおしまいって言ってくれないと、もうね夕方になっても夜になってもずっと計算して。<laughs> あの試験する人もいなくなった。これもあれみたいな。終わ,いつ終わったんだって。<laughs> なんだったのってなっちゃうんですよね。<laughs> そう、だから集中させるためには、おしまいって言ってあげることがとっても大事。はいはい。あのすごいチャンスが来て、こうパチって鳴らしちゃう。 うんうん、え始まるよって言えなかった。はい、これはまだ百歩譲ってオッケーなんですね。はいはいはい。でもおしまいは言ってあげないと、うんずっと犬の脳みそがスイッチ入っちゃうとしんどいんですよ、ね。そうですね。だからえっとたまたまいい行動をした、カチッって鳴らした、でおやつあげた。で、えー、犬がもうしないだろうなと思ったらおしまいって言ってあげるっていうのは大事ですね。はいはいはい。はい、そうですね。はい、この五つね、一、うん、回クリックしたら一個おやつ。 一セッションは二分以内にしてね、うんえー。細かいステップアップっていうのを考えてあげてね。はい、おやつは床ですよ。あと始まるよとおしまっていうのを言ってあげてね。はい、っていうことですね。うん、今回かなり地味なお話でした。でもね、うん、基礎は仕方ないですよね。そうですね。はいこれすべて犬の邪魔をしないためです、うん。人間側が頑張らないといけないところですね。そうですね。<laughs> ぜひえっ、ー、と これも車の運転と一緒で慣れちゃうと、ね、う何の意識もしないでも邪魔しなくなりますよね。はいはい、というところを気をつけてみてください。はい、えー。それでは次回は犬の行動の引き出しを増やすクリックについてお伝えしていきます。<28. 0 S 2> FMNOHA お困りごと相談犬の心人の心はいこのコーナーでは皆様からいただいた相談事をお時間の許す範囲でアドバイス差し上げようと思います。 今回はですね、前回に引き続きなんですけれども、ジャクラスエルテリア7ヶ月男の子の拾い食いのご相談ですね。前回は問題行動の根本的な原因の部分のですねお話をしましたが、今回は具体的にどうしていくかというお話になります。はい。そもそも問題行動というのは、はいうん、多くの場合犬本来の行動なんですね。拾、うん、い食いっていうのも普通犬は、うん、えっ、ー、と 初期から食べようとか、テーブルで食べようとか、はい、そんなことは思わない。うん、どっから食べても一緒って思ってます。すね、はい。だから、えっ、ー、と、犬が、えー、拾って食べようが、人の手から食べようが、えっ、ー、と、食べるっていうことは、犬本来の行動としてはもうどうにもならないし。うんうん、えー、困るのは、えー、無許可食いが困るっていうお話でしたよね。はい。はい。今回はじゃあ、その無許可食いをどう止めるかっていう方法なんですね。はい。 はい。で、こういう問題対策っていうのはね、いろんな方法があると思います。うん、中にはね、罰を使いたい人もいるみたいですね、うん、ね、間違えると叩きたい怒りたい人もいるみたいですが、そんなことはしないです。人道的でありたいからです。うん、はい。体罰使うと脳みそが縮むからですね。うん、えー、人間の心も収みますし、うんえー、エスカレートしていっちゃうからですね。そうですね。はい。ということで、えっとまず私たちが提案したいのは、はい。 えっと普段の暮らし見直してみましょうっていうこと。前回ね管理のお話をしました。はい大体勝手に犬が食べれるところにものを置かない方がいいよっていうお話でしたよね。まずは食べさせない環境を作る、ね。食べれない環境を作ってあげるっていうことね。うんはい、はい。でもう一つ、えー、今回の提案としては。 普段から許可を出してあげるってことですよね。O.K. で食べれるようにした、ねはい。だからおやつ1個あげるのも O.K. って言っておやつを食べさせてあげるってことが大事ってこと。うんはい、勝手には食べさせないってことですよね。はい、手からだろうが床からだろうが O.K. じゃないと食べないっていう風にしておけばいいんですよね。うん、はい。そう。そしてなんでえっ、ー、と無断食いがいけないか無許可食いがいけないかというと前回もお話したけど。はい 危ないからですよね、うん、何が落ちているか分かんない<う>、ね、えー、特に、えー、もう魅力的な匂いがするものは大概犬には毒ですからねそうですねああ、ね、がえのー、が落ちている時に勝手に食べられると困るからですよね,ね人間の食べ物でも食べちゃダメなものとかありますからね,ね、うん、なので、えー、とまずは一つ目「OK」って言ってからしか食べれなくします。はい これはえっ、ー、とトレーニングで可能ですね。うん、えっとちょっとね言葉だけだと、えー、誤解を生むかもわかんないけどあえて挑戦してみます。はい。はい。えっ、ー、と <laughs> 犬をしっかりリードを持って、うん、お腹の下で手を固定して、はい、犬が引っ張れないように、はい、引っ張ってもそれ以上いけないように固定します。固定します。その先三十センチぐらいに魅力的なもの犬がもうこれ以上いけないっていう三十センチ先におやつを 魅力的なおやつをポンと置いてあげる、うん、届かないようにするのでねポ <laughs> イントですよねそこで引っ張り負けちゃダメですよそこで食べられちゃった意味がないですからね <laughs>、はい、そこで食べられるとあ引っ張ったら食えるって学習しますからね <laughs> 引っ張りを教えてしまいます、うん、じゃなくて食べれないようにします、はい、何を使ってもいいです柱を使ってもいいです、はい、で犬が引っ張るのをやめて、うん できたら飼い主さんはチラッと取れないんですけど、顔したらオッケーって言って食べさせるっていう方法ですね。うんはい、これもね、いきなり顔見るのは難しいから、うん、そう引っ張るのをやめた瞬間にオッケーっていうのを入れてあげる。これを二三回やってステップアップして、次は引っ張るのをやめただけじゃなくて、うんえー 顔を見るまでじっと待ってます。はい、ちょっと、え、オッケーでしょってこういが振り返るんで。んそこでオッケーって言ってあげると、はい、えと目を見て許可をくれるようになります。うん、はい。これは食べていいもののケースですね。はい、ね <laughs> <laughs> これダメですよ。玉ねぎとかチョコレートでそんなことやって、ね。<laughs> あと、どんなんいけないのかな。<laughs> えー、いろいろあると思いますけど、うん、何があるか。ぶどうとかもなんか。<え>うん、あまり良くないって聞いたこともありますね。 ブドウとかまあキシリとルとかもちろんねガムとか開けることはないと思いますけどでも食べるでしょうねいい匂いしますからねそうそうでパクッと飲み込めてしまうようなサイズですしねキシリトルもダメなんかリビングとかにね割と置いてあるかなと思うんで気をつけないといけないかなと思いますよはいこれが許可で食べさせる練習ねもう一つそういうキシリトルとかブドウとか えー、チョコレートとか玉ねぎが落ちている、はい、玉ねぎ単体で落ちてるのもあんまり食べないかもわかんないけど <laughs> あのほら何て言うのかなカツ丼、うん、カツ丼の、えー、と残飯が、えー、とゴミ箱がひっくり返ってて落ちている、うん、でカツ丼には玉ねぎが入っている、ね、これはかなり危険ですよね、うん、犬には猛烈な魅力的な匂いだと思うんです。<ねー> <laughs> はい こういう食べさせちゃいけないものの時、はい、ちゃんとさっき許可制で、えー、トレーニングをしておけば、うん、え引っ張る引っ張っても届かない。はい、え何オッケーじゃないのって顔見た時に、うん、違うものをあげてください。はい、それえっ、ー、と玉ねぎに負けちゃダメですよ。<laughs> それよりも魅力的なもの。<laughs> 魅力的なもの。うん。 なんかこうコンビニ袋をわーっと開けて「うわーこっち開けるよ」みたいな出てきたのは別に普通のフードで構わないんだけど、うん、<laughs> そういう演出をして「えー、っとわーすごいのくれるんだ」って言って、えー、交換してもらう交換っていうかうん、うん、そっち諦めて代わりにこっちにもんで我慢してっていうふうに伝えるってことですよね。はい、ね案外ねこれ、えー、っと理解してくれますよねそうですね。うん 許可できないときは別のもので我慢してもらうっていうのは、そんな無理な話じゃないんですね。はいはい、これはでも普段の暮らしでね。うん、うちの飼い主話通じないんです。っていう関係性であると難しいかもか、ね。うん、と思いますね。はい。 これやつばちゃん教えた時はどうでした簡単でしたよね?。そうですね。ね全然うん。あの引っ張りを成功させなければ。そうですね。で、あとは本当に細かいところを見てあげる。先ほどね、スイカさんもおっしゃってたみたいに。リードがちょっと緩んだだけでも、最初はオッケーしてあげる。ね、少しでも戻ってきてくれたら、オッケーしてあげるっていう感じ。本当にね、細かいところを見てあげられると。はい、うん。 いいいのかなって思います、ね、小さいステップアップしてあげられるといいですよね。で、えー、もうこのね拾い食いって永遠のテーマかも分かんないんだけど無許可食いだと思ってください。はい、許可なしだと拾わないでもテーブルの上からでも困るはずですしです、ね、危ないものが世の中には溢れている。本当に沖縄は、ね、聞かないけど 私内地はあの「毒ちくわ」年に何回か聞くんですよね竹はねちくわに何か犬猫が死ぬようなね殺素剤とか稲入れて農薬とか入れてんか最近でも浦添の方でもんか水色のミルクみたいなのが置かれてたってニュースなってましたよ猫ちゃんがそれ飲んでんか倒れてたみたいなありましたね なんでそんなことしちゃうんだろうって思何が、ね、したいんだろうねほん本当にねそ外にはいろんなもの落ちてますからねそういうところは、えっと、我々人間が守ってあげないといけない部分ですよねう、はいはい、そういうところこそ犬猫たちに気をつけてほしいところなんだけど彼らのルールにはそういうもの、ねねうん、意図的にそういうことはない。 どういう暮らし方っていうか考え方なんでしょうから、それは人間が考えなきゃいけない部分だと思いますね。すね怖いね。沖縄もそんなになっちゃったんだ。えー、そうニュース最近ありました。本当つい先週、先々週ぐらいですかね。んうん、びっくりしました。四月ってことですね。うん。怖いですよ。うん。だから本当に飼い主さんがね、人間側がこういうのをね、練習していけるといいですよね。ね 特に沖縄はほら自分で散歩している子多いから。うん、それでね <laughs> 自分で自尊心持っていける子ってなかなかいないと思いますからね。ノーリードでの練習はこれできないんでね。うん、そうですね,ね。他のやり方もいろいろあるんですけどね。うんうん、今日お伝えしたのはえっ、ー、とまず許可で食べる練習。はいえー、もう一つが、えー、交換してもらう、うん、交換というかねこっち代わりのものでえっ、ー、と我慢してもらうっていうのかな納得してもらう、はいうん、こういうやり方をご紹介しました。 はい、えー、このコーナーでは皆様からのご相談を受け付けておりますお寄せいただいたすべてにお答えできるか分かりませんが犬の寺子屋と連動してできる限りお答えさせていただきたいと考えております。 のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。今回もクリッカーのお話をさせていただきました。次回もクリッカーのお話をより詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇78.0メガヘルツ、インターネットはリスラジでリアルタイム配信。 FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます、えー、ここでお知らせがあります9月12日土曜日から那覇市東町の沖縄ペットワールド専門学校で一般の飼い主様クラスが再開されます開催予定はクリッカークラスの中級とパピークラスと社会科クラスの3つになりますそれぞれご参加いただく条件がございますので詳しくは犬道楽のホームページをご覧になってください ホームページは 01inudouraku 数字の01から始まる犬道楽で検索していただければ見つかると思います番組<そ>あはい番組へのご要望ご相談も受け付けておりますのでよろしくお願いいたしますはいそれではまた来週お会いしましょうナビゲーターはディンゴインストラクタートレーナーの末川とディンゴインストラクターの名護でしたさよなら